はい、こんにちは、ブルーホースです。まだやってたんかいということなんですけどね。まあなんかハマったら、ついつい続けてやっちゃいましたみたいな。そういう、あれあれあれ、なんだなんだなんだ。あれ、こんなところ通信したっけ？ Okay, Luis. That's two. ラストワン、最後の人は城壁のあたりからアンバーもうすぐ手に入る。実際アンバーどこに隠してたのかっていうのを教えてほしいな。このマップの中にはないっていう感じなのかな。うん、情報も変え、ああ、そういうことね。はい、情報は別に後になってもできてもいいけど、こんな状態になったブラックバス果たして食えるのかな。あと、魚、スタッカーナくん、ギョギョギョー、ああ、こっちでくたばった。ごめんね。ちゃんと食べてあげるから許して。はい。相変わらずのスッキリサッパリンゴー。よいしょ。にゅるっとしてるよね。まあ確かにそういう意味で操作性とかっていう意味ではやっぱりあれだよね。原作を超えるっていうことはなかったかもしれないな。まあそのより難易度が高まってやりごたえがあるっていう意味では個人的には原作よりもこっちの方が好きだけど、操作性っていう意味ではね、やっぱね、ちょっとニュル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 しすぎててね、ほらこんなステップバイオじゃ今までなかったからさ、これちなみに RE2 や RE3 でもしなかったステップだからな、もう踊り子のステップやもんな。で、銀の髪飾りをね、揺らしながらね、どこへとって、どこへと我を誘う。これで死なない？まだいないからダメ。これでくたばってくれたらもう何よりも楽なんだけど。あれ？ちょっと待って。ああ、メダルやん。こっちにもメダルやん。で、あっちの方にもメダルやん。ああ、出てきてた。爆風じゃあれなんだな。ダメだね。急に現れてくるんだな、こいつな。お手って血まみれやん、こいつ。よいしょ。これで死んだ？生きてるー！これでどうや？オッケーオッケーオッケー。おしまい。ちょ、ファイナリー言うてんのに。ファイナリー言うてんのに、まだ現れて、おー、いっぱい来てるー、こっちからは？怪しげな音はチラ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 。おー、ちょっと、もうすでに発狂してるのか、なんで怖い、おかしくない？お前、ちょ、爆風の中からスランプが現れた。あられちゃんや。え？今、うー言うたけど、誰？怖いよ。バイオってほら、実はホラーゲームなんだから怖いよ。もういないよね。で、ここにあった、あった。チュイーン、で、あと二つは、あれか。結構近くに三つあるんだ。え？おぉ、ちょっと待って、やべ、おぉ、危ない。意外とまだ残ってんだな。でい。ショートカッツ。ピロッ。またファサファサ言うてる。ほい。That should do it. もうあと拾うのはめんどくさいからもう一回行こうか。あ、違う、こっち。いる？高みの見物してるけど。いないかな、さすがに。大丈夫だと思う。よし。降ります。誰が何と言おうと降ります。すごい、もうなんか斜め向いてっけどな。こっちの回復薬ないかな。回復薬だけは欲しいんですよ。万が一のことを考えて、回復薬だけはマジでずっと欲しい。チラッ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 チャッ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 。あ、もうここから登ればいいか、最悪。で、こっちの方に、まだ生き残りがいてさ、急に、右から出てきて、ジャ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 ーンとかって、ブエーってなって、ブワーってなったりとかしないから大丈夫かな。でーい。ほい。ここ回復薬なかったっけ？あ、なんだ。ないのか。くたびれ、え？なんとか儲けのくたびれ損？骨折り損か。くたびれ儲けの骨折り損だ。
くたばって閉め、あっちの、あ、いけない。こっちからくるっと回って、ちょ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 。もうなんそのバグ、ああ、で、ああ、もううざい。シンプルにうざい。てい。ぐるん。てい。で、こっち行く前に、ここにまだ残ってるのを私は見逃すなーい。で、ちょっと宝物は大丈夫だね。オッケー、じゃあ、ラッティゴー。タラッタッタラッタ。うん、下手くそ。ブルームストーン。二つ重ねなくていいところが、優しくなっている。さあ、原料だ。あ、あれ、あれ、あれ、こっち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 、パンダ、パンダ、ウサギ、コアラ、発射。いるよな、ここにでもね。多分ね。これ何の声なんだろう。That's right. あ、そっか。I still have some unfinished business to take care of. Business take care. ここいる？いなきゃおかしいんだけどね。いないのかな？まあ、いなきゃおかしいってことになくてもいいんだけどさ。まあなんか、ぐる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 うなってるやつがいるから。さ、ここで、あ、あ、ごちそうさまでございます。おみやしゲット。So, what's become of the amber? なんか、うん、Sorry, やってるよね。Nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. 大丈夫よ。Everything will work out just Everything, fine. Everything, alright. As long as you can keep as your dog you under control. As long as you die. Predictable. あれだね。Fine. なんだっけ、マトリックスレボリューションズの予言者の最後の最後に近いセリフだよね。うん。まあ、最後のセリフは But I believed I believed で笑顔で終わっていくっていうね。レザレクションまだ見てないから見たいんだよな、エロ。で、まあ、ここでエイダがチラッと喋ってくれるっていうね。まああんな連れ去られている女の子よりもさ、こうやって自由に関わっている女の子、私の方を選ばないっつって、うん、まあ、そこら辺がやっぱエイダのちょっとした嫉妬みたいな感じね。ベビーシッティングスタッフ、ハン、ごめんなさい、水飲んでました。よいしょ。じゃあ続きやっていきましょう。これ普通にこっからピョンと飛び降りるんだよね。うん。飛び降りれるけど、真下に行って。これでなんかあの、逆上したやつがこの階段からうわー登ってきて、ファッショイーっつって、なんか、襲ってきたりは、ういー、ういー、足をちぎって、チギチギポン。あれ？あ、いた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 。降りください！あなたが登ってきていい場所ではないのよ。ジャンニンジした。で、もう一体この下にいたんだっけ？あ。いるよね、多分ね。ここら辺とかに。ほい。はい、おしまい。いる？ああ、お金になってる。なんだ、所詮奴はただの金だったのか。てか、ここ普通にレオン編で開けている設定にしてたとしたら、あれだよね。どうしてみたいな感じになってる。宝物はなんかこの先にある、あ、あれ？え？こんなところ行けるっけ？あ、そっか、チャプター5になってできるっていうことか。そういう設定だね。この先に、あ、お宝物が下にしっぽりとあるから、それだけは、しっかりといただいていきましょう。おいっと。アヘン修理。あ、ちょっと、金。あれでも、今から金手に入れて欲しいものってなんかあるかな？特にないか。なんで片方だけ割れてんだ、これ。開けて、オープン。合金細工の砂時計、大きなのこの砂時計、5分で終わるわ。で、100年どころか5分で終わるわ。で、こっち行ったら、この辺ね、って、この下にあるはずって、城壁云々って、あ、ちょ、まあ、ファッキー。怖い人形はチャッキー。おります。開けます。これなんかさ、こっちの方からさ、発射しといてさ、あ、
こう新しいチャプターになった時にこうゲットできたりとかしないの？それはない、さすがに。あそこら辺敵いるのかな？あ、チャプター4、じゃあチャプター5ってどうやって始まるっけ？もうそれすらも分かってない状態になっちゃった。じゃあもういいや。よいしょと、OK。This must be the collection. This must be なんて言ってたコレクション。じゃあここはいいや。じゃあ謎解きやっていきましょう。OK。青い蝶。ブルーバタフライ。バタフライはまずスカラベ。スカラベなのかな？うん。で、あれ？あ、あってた。一緒かい！バタフライ、今日はキム。キムキム。ゲッツ。さあ、これでゲットして戻っていったら、プルンプルン。さあ、学者の登場でございます。おっさっかなくは得た学者さん。Good. I got exactly what you want. ご褒美をあげようとすると、同盟共鳴、ブン。キャーやばい、私溶けちゃう。The parasite is reacting to the amber. Amber. So that's the amber. これがアンバー。どんなアンバー？こんなアンバー？ウェスカーがアンバー。よし。で、オープンセサミって、ドンドンタコス、ドンドンタコス、ドンタコス、ドンドンタコス、ドンタコス、ドゥドゥルドゥドゥドゥルルルルドゥドゥルルルルドゥドゥルドゥ。今ので音楽わかる人いるのかな？なんだって。さーて。This will knock out the parasite. これって言ってパラシャイト。For a time. いやー、ちょっと紫色のね、あれは怖いっすね。You ready? グレープジュースかワインくらいだもんね。それを赤は。Salute. プチュ。これがあの本当にね、こういう状態になってもね、ルイスがあの性欲にまみれて女を抱きたいと思ったらね、ただただ危ない注射を打たれてね、意のままに操られていって。そんな感じになっちゃうから、ね、でも大丈夫そうかね。あ、これで治ったと思ったら奴が来たわ。まあ奴にぶち込まれたあれだよね。奴に絡まれてしまう、奴に植えられた小種だからね。あ、おいおいおい、こっから歩いてきてるとか、目の前にシュンって現れたりとかってするからさ、なんだろう、なんでこの時は置いてなかったんだろうって、ちょっといろいろ不可思議なことが起こる。まあゲームとか漫画とかアニメとか映画みたいな、あの要は特有の没合主義っていうやつでございますね。まああのこれ以上細かいことを口を大変なことになっちゃうので、私はバイオアリフォ大好き、エダネータン最高って言うとこ。ということでチャプター終わりますかね。はい。まあ、前回と今回とでね、別々でやってるんで、短い感じになっちゃってるかもしれないですけど、私は決して、おう、余裕が大事。ということで、対面中率 100%、100%、70%、80%。はい。ということなんですけれども、そんなことは関係なしでね、装備入れ替え特に必要ないかな。あー、そうね、なんか何かのために一応残しておいた方がいいのかなっていう気がするんで、そのままにしておきましょう。ということでね、今回も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたら幸いです。ではチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。また会いましょう。シャオ。